なくてもカモメになるのよ。あなたの名前を呼び続けてるの。海なりに胸が震えるたび、息を吹き返してゆく。カモメになるのよ。あなたの名前を呼び続けてるの。心も体も海に投げるのよ。あなたの腕までたどり着くため。
クメだろ。クメさんもクメさんやっぱすごい。クメだ。クメさん、クメさん来た。クメさん、おや、いきなりクメちゃん。あずみ、わー、クメさんの歌でスタート。あずみ来てる。あずみに勉強。あずみに。マイカバージョンの夢の奇跡があるから楽しみです。夢のかけ、夢のかけだ。クミちゃん、トモカちゃん、キャー、林さんってかっこいいって。そうか、先生かっこいいです。アズミに言うとってくれ、お父さんはって言えって言って。はい、クミちゃん、ごめんなさい。やばいかな、MC で。クミちゃん、クミちゃんにもう一度大きな拍手を。素晴らしい。オッケー。素晴らしい。あ、じゃあ一緒に絡んでほしい、そこで。あのね、今日のテーマ、今からマイカのライブですが、今ユーストリームをご覧の皆さんにはすごく失礼ですが、今日のテーマは、マイカが、今日乾杯の温度を取ったんだけど、なかなかマイカが1年間家を離れて、家族とあと親戚も来てるんだけど、なかなか乾杯の温度はうちがやるとかってわけわからんこと言って、で仕切ってるマイカはやっぱり俺は今日はよく頑張ってるなと。で今日はマイカが1年間頑張ってきた家族のために、親戚のために、今日は実はライブをやります。イエーイ。はい、はい、これマイク君はっていうことを分かった上でユーストリームの皆さん見てください。じゃあ今日はマイクに、あ、翔ちゃんマイク OK ですか。はい、じゃあマイカ頑張って。はい、マイカです。大きな拍手で。いいよ、いきなり始めます。進めてください。今日はね、マイカがいつもはこういう MC とか台本の打ち合わせ伊藤さんでやるんだけど、今日マイカが俺のとこに来て、今日井戸さんうちが勝手にやるとかって言った。いや、そんな。もう一つの見どころは、みーちゃんのサックスです。サックスです。さすがちゃん、みーちゃんのサックス。言うから。何し。井戸さんの無茶ぶりってやつ。何が起こったのかわかんない。マイカ、このライブの始めた理由とかも意味で教えてあげてください。先に言っちゃう。いいよ、まあ、その前にやります。はい。歌から行くんだったら。じゃあ。ダメ、大丈夫。はい、大丈夫。チェリーです。はい、OK です。歌からいきますか。はい。はい。それでは聴いてください。道を行く生まれたての太陽と夢を渡る黄色い砂、二度と戻れない、くすぐりやって転げた日、きっと想像した以上に騒がしい未来が僕を待ってる。愛してるの響きだけで強くなれる気がしたよ。ささやかな喜びを潰れるほど抱きしめて、どんなに歩いてもたどり着けない、心の雪で濡れた頬、悪魔のふりして切り裂いた歌を、春の風に舞う花びらに変えて。曲がりくねった道を行く、きっと想像した以上に騒がしい未来が僕を待ってる。愛してるの響きだけで強くなれる気がしたよ。ささやかな喜びを潰れほど抱きしめて、吊るしても真面目にも生
ける気がしたよ。いつかまたこの場所で君と巡り会いたい。ありがとうございます。ただいまの曲は聞こえてるのかな、これ。ただいまの曲は、うちがギターを始めた中3の頃に初めて覚えた曲で大好きな曲です。スピッツのチェリーでした。改めましてエコブルーム、子ども地球サミットのバックバンドのエコブルームのセカンドギタリストのマイカです。こんばんは。この空間にいる皆さんも、インターネットテレビの前の皆さんみたいな、インターネットの前の皆さん、多分すごい人来てると思うね。本当ですか。何人の方が見てくださってるのか分かりませんけど、今日は1時間半ぐらいですかね、はい、スペシャルライブということで、まあこんなちっちゃいところですけど、家はまあ気持ちはあの武道館でやってるような気持ちでやりたいと思います。それ誰、前か前か、そのお前の血はノリちゃん、トシさん、どっち。いやどっちもかな。どっちもなんだ。トレインさんからは、はい、前かちゃんの1年総決算ライブですね。そういうことになりますね。はい、今日はね、途中で前かの兄弟を、水木は中3だから番組この時間でやることできないけど、兄貴のプロペアちょっと無茶振りしようと思ってるから、まだ大丈夫じゃないですか。水木、今何時？9時半です。9時半だね、9時まで中学生。あ、9時まで。9時まで。義務教育はね、9時までなんで。そうだ。水木、声だけは出てくれ。タイムライン上でマイカのファンが、はい、ラブマイ。あ、マイカって言ってるんだけど、あとは、しゅうかむさんが歌も演奏もいつになく落ち着いたいい雰囲気だね。ありがとうございます。しゅうかむさん、たまに厳しい言葉をね、くれるんですけど。でも愛がある。ありがとうございます。彼今日疑ってたよ。ああ、そうか。またそうですね。機会があれば、はい、また別でね、あのノンビソーのライブっていうのもやりたいんでね、ぜひその時に皆さん来てください。はい。はい、それでは。カズマちゃん、俺そこの先の焼酎とか梅ちゃんとかハイちゃんにまとで、ステイドリンクを焼酎で。はいはい、ステイドリンク。焼酎。ぜひお水を欲しいです。俺ね、その清水の横かな。これハイちゃんかな。今日はあのオープニングは何、そうですね、久米田先生、皆さんいかがでしたでしょうか、久米田先生の。今ほらカズマちゃんが登場です。カズマちゃん、お今年ヒットのほのかの親父じゃない。カズマさんちょっとや、カズマさんちょっと痩せました、うん、なんかちょっと痩せた感じしますよね。全然本当ですか。後ろから見ると全然なんかすごい、久米ちゃんはすごく評判が良くてね、かっこいいって、はい、おお、久米田先生さんからも、あ、マイカステイドリンクだった。ミシソンさんからも、はい、はい、安定のボーカルリラックスして聴いてます。おお、すごいじゃん、マイカ。ありがとうございます。いや、嬉しいです。みーちゃんはね、あ、私ね、グラスで焼酎を。みーちゃんはね、日本酒がいいって言ってる。そうそう、嘘だ、そう、焼酎。はい、はい、今日は、あ、まずね、さっきお水を飲んでいただいたから、ね、それかもしれないです。水着どうだ、マイカ、お姉ちゃん。お姉ちゃん、どう、はい、ちょっとかっこいい。どう、うわぁ、何?OK。もう最近なんか可愛くないんですよ、ちょっと。俺可愛いよ、水着。いやここにあのたまに帰ってくるじゃないですか、支援金のこととかあって。で、その時も、また来たのとか言って言われるんですよ。可愛くねえなーって。で、今日も部屋止めてねって言ったら、とか言って。こたつあるし、やだとか言って。まあね、本当は可愛い妹だと思うから、あのどかしてくれてると思うんですけどね、うん、マイカ MC 上手くなったな。本当ですか。いや、今日はあえて MC 原稿を作ってこなかったんです。はいはいはい、そう、本音でいくと。そうですね、はい、はい、そしたら、はい、それよかったね。ハマるよね、この曲。コピーしてよかった。よかったね。てか、まあ連絡来たからコピーした。でかい。ありがとうございます。お兄ちゃんからのステージドリンクを。これどうやって飲むんですかね。お前近くだったってことだよ。こうやって飲むの。そう
そうこれ番組的にどうなの、壊れてる、いいよいいよ、あ、ほんとだ、はい、ちょっとこれ大丈夫なのこれ、下に置きますか、あ、すいません、ありがとうございます、今さあちゃんこれ後頭部出てるんじゃない、後頭部だけ探します、すごい垂れる、はい、そしたら先にメンバー紹介しちゃってもいいですか、ね、はい、どうぞ、今日はあのお世話になります、あ、こ、ん？違うな、来年もお世話になりますはい、そしたらこちら、はい、一番左がエコブルームのサックスのみーちゃんです、林美也さんです、お願いします、私もお世話になりましたよろしくお願いします、 ありがとうございます、で、うちの師匠のエコブルームギタリスト林努さんです、もうピザたんまりいただきましたごちそうさまでしたよろしくお願いします、星3つみたいな星5つじゃない、5つ、5つ、5つやしない3ついただきます、そして脚本演出家の伊藤さんです、よろしくお願いします、じゃあマスクですいません本当ですね、はい、いや嬉しいですよ、マイカが、マイカもそうだけど、今日はトモキに会えたことは嬉しいな、トモキね、すごいなんか会いたがってたけど、あと俺の大好きなミキがいないのがちょっと悲しいけど、ミキはいいよとか言ってなかったよ、そう今日はいいよとか言ってでも最近水木が可愛くなったから嬉しい、まあ、でも今日はマイカが家で、はい、そういうことできることがやっぱりな、大変ですよね、でもまあその機会も作ってくれたのも伊藤さんなんで本当にありがとうございます、頑張りましょうマイカちゃん、はい、熱いドラマティックな、最後お前涙を流して、おお、鼻水流して泣くまで歌ってくれ、わお最高、はい、ということで、まあ、さっきあの伊藤さんが言ってたんですけど、うん、今日の乾杯の温度をちょっと自分でやらせてくださいってい、あのいきなりね言ってびっくりされたんですけど、まあ、あのちょっとそれは考えてたんですよ一応、そう今日はうちが やるべきかなと、おトモキよ聞いとけよ、トモキ、タマキどっちですか、トモキ、トモキそういうことで、いやいや、たま、いやどっちか分かんない、最近玉木も俺こういうこと言ってるどっちか分かんなかったんですよ、まだ東北だ、はい、ということで、まあもう一回ちょっとじゃあその乾杯の温度の言っちゃって、じゃあみんな、じゃあ見てる人にも全員の乾杯っていうことでいいかな、そうですね、はい、今治さん、こんばんは。今日は脳みそでマイカはラストライブ。みんな楽しんでください。え、ラスト？ちょっと待ってください。え、今治さん？どういうことですか？あれ、ラストライブ。まあ、これが翔ちゃんと。今年最後？今年最後の意味だね。まあまあ、そういうことですね。今年最後。今年最後だよ。意外とないです。じゃあ、俺が、今俺が自分入れでさ、これ自分入れでやんなきゃいけないから。そしたら、いいですかね。グラス持ってます。画面の皆さんも乾杯しましょう、一緒に。はい。ちょっと長くなっちゃいます。いいですか。はい。はい。いや、まあ、ほどほどに。はい、どうぞ。まあ、さっき放送ではなかったんですけど、その乾杯の温度で、まあ、を詳しくというか、また改めて言いたいと思います。言わんでいい。サクッと。はい。まずは、お父さんとお母さんに、まあ、1年前ですね、1年前、まあ、ここで、あの時もピザパーティーだったんですかね、ピザパーティーの時に、まあ、この音楽の道に進みたいっていうことを、宣言して、で、まあ、そこで許してくれたので、本当にそれをまず感謝してます。本当にありがとうございます。で、まあ、そのきっかけも作ってくれたのも、まあ、伊藤さんなんですけど、伊藤さんと、沢さんと清水さんと総出さん、あ、総出さんさっきいなかった、あ、さっきいなかったですね、いなかったな、そういえば、そうですね、総出さんも、総ちゃんいい挨拶してたこいつ総出さんと林さんとみーちゃんですね、ここにいる方だとは、もう本当に今年たくさん本当にお世話になって、来年も本当にお願いしますということで挨拶をしました。はい。で、まあ今ほの父と久米田さんもいるんですけど、はい。当選だったの？
そうですね年末ジャンボの当選でいや一番お世話になった人かなそうですね本当にいつも応援してくださって来年も再来年もずっとまた子ども地球サミットの応援団としてよろしくお願いします、はいね、でまあ、 ちょうどね親戚の、方が2人来てるんですけど、はい、まあ、陰ながら応援してくれてるのでこれからもよろしくお願いします。そしてインターネットの前にパソコンの前に iPhone の前に、見てくださってる 方も、本当に見てくださってるってことは応援してくださってるってことだと思うので違う違います、ちょっと違う、久米田のファンかわかんない、ああ、みーちゃんのファンだからああ、まあそれはある、それはあると思いますよ林さんのファンかもしれませんね、林さんのファンかもしれません、どうやってね、はい、ちょっとこれちょっと意地悪な顔で、すごい悪い顔して、悪い顔して、いやいやいや、画面には見せないけど、こっち見た時だけすごいということで、皆さんこれからも、来年も応援よろしくお願いしますということで、はい、皆さん改めて、はい、乾杯乾杯乾杯、はい、お願いします、タカちゃん、俺作っちゃう、はい、来年お願いします、はい、なくなったら言ってね。じゃあ、いきますか。それでは、仕切り直して。はい。え、水で。いや、俺、酒。焼酎。焼酎、水割り。はい。で、柚子をちょっと入れて。はい。ちょっとなんか、後ろでお酒の話がね。はい。はい、もうちょっとここからだね。もう、そうですね。実は、あ、まあいいや、後で話します、はい、取っとかないとはい、じゃあ行こう、それでは、お待たせしました、はい、続いての曲、お聴きください。ちょっとあれ、ミキサーでリバーブ入れたりしてるよね。それが、リバーブ入れたりしてくれてるんだよね。でリバーブ入れたりとごめんなさい、はい、お願いします、はい、ありがとうございます、はい、そう、それがちょっとはいよいしょ、それでは聞いてください、手紙。君から手紙が届いた、いつもの真っ白で綺麗なシンプルな封筒、何度もその手紙を読み返すよ、読めば読むほどに君の気持ちがほら伝わるよ、あの日二人は出会い、同じ季節を歩く春夏秋冬、これを思い出すたびに思う、二人で歩いた坂道ややたら毎日、どれもこれも思い出は追いすぎてならない、今なら君は振り向いてくれるかな、あれから長い月日が経ったけど、やっぱり恋に後悔と共に思いながら解いてきた思い出は二人でやる
ますよ。オンギター林勤。はい、HY の手紙でした。先ほどもちょっと林さんが言いかけたんですけど、なんと今うち19歳なんですけど、ああそうかもう忘れてたんですけど、来年の早生まれなんで来年の2月21日で20歳になるんですよ。で1月に成人式があるんです。イエイあれあれいやー早くね堂々とお酒が飲みたいですね。そう酒が飲めるぞーですよ懐かしいですバラクーダでしょ。お母ちゃんも早く本当ですね。牛乳たくさん飲んでもね、どうなの？骨が太くなって。子供はもう精神年齢20歳以上だよ。そうだね。大人びてます。もう最近の子はみんななんか大人びてますね。ちょっと怖いです。これ、なんか怖いね。これは難しいよね。本当に怖いです。はい。はい。はい。そうですね。こんなとこだ。このまあすげえことになってる。指が、ね、エレキだったら全然問題。なんだっけ。そうこのまあアコースティックライブのきっかけというかがまあ 3.11 に東日本大震災があって、それでまあ子ども地球サミットは2010の子ども地球サミット開催は、なしにして明日はきっとやってくる支援プロジェクトっていうのを立ち上げて、で、まあ、その一環としてアコースティックライブっていうのを、いつ 9.18 ですね。そう9月18日に、まあ、南ミノアでやったんですけど、それのまあ再現というかですね、はい、今回はそういう形でやらせていただいてます。これソロのとこどうする？客席行く？いや、行かないです。行かないんだ。行かないです。マイクで、いや、行かないです。いいな、お前。お父さんとお母さんマイク持たずに、アカペラで、アカペラでオフマイクで歌うとこやってくれよ、かっこいいから。あー、それはどうすればいい？やるよね、それ、水木のマイクだけ。ストラップは引っ掛けておいてもいいんじゃないですか。そうだね。オフマイクのとこギターいらないです。あ、いらないか。オフマイクはギターいらない。だからギターは。あ、てかあのマイク下げてもらえれば多分オフマイクになるってことですね。そういうことですね。外れたらいいよね。外した方がいい。外した方がいい。スタッフは出ていくのがいいから。マイクは。フェーダー下げてもほら、マイクの前で打った。そうそうそう。あんま変わんない。あ、そういうことか。そういうこと。自分で外れた方がいい。マイクから外れた方がいい。うん、わかりました。任せはマイクのセンス。はい。はい。
この曲は伊藤さんが大変ですけど。はい、はい、それでは続いての曲お聴きください。桜です。名もない花には名前をつけましょう。この世に人しかない冬の寒さに打ちひしがれないように、誰かの声でまた起き上がれるように。土の中で眠る命の塊、アスファルトを押しのけて会うたびにいつも会えない時の寂しさ、分け合う二人、太陽と月のようで、実のならない花もつぼみのまま散る花も、あなたと誰かのこれからを、春の風を浴びて見てる桜の花びら散るたびに、届かぬ想いがまた一つ、涙と笑顔に消されてく、そしてまた大人になった、追いかけるだけの悲しみは、強く清らかな悲しみはいつまでも変わることのない、なくさないで君の中に桜。見かけた君は寂しげに、人混みに紛れてたあの頃の澄んだ瞳の奥の輝き、時の速さに汚されてしまわぬように何も話さないで、言葉にならないはずさ、流した涙は雨となり、僕の心の傷癒す、人は皆心の浮き沈み、話したくない花がある、それはたくましい花じゃなく、儚く揺れる一輪か、花びらの数と同じだけ、生きてゆく強さを感じる、嵐吹く風に打たれても止まない雨はないはずと、桜の花びら散るたびに、届かぬ想いがまた一つ、涙と笑顔に消されてく、
そしてまた大人になった追いかけるだけの悲しみは強く清らかな悲しみはいつまでも変わることのない君の中に僕の中に桜ない花には名前をつけましょう。この世に人しかない冬の寒さに打ちひしがれないように、誰かの声でまた起き上がれるように。ありがとうございました。大喜利、拍手、大喜利。大喜利、めっちゃくちゃうまい。お兄ちゃん、ハモリがね、昔から。大喜利、すごい。あのね、あずみちゃんから、はい、マイカのお兄さんですか。こんばんは。声出すすごい綺麗です。すごい。バウンダリンで。バウンダリンっていう高いマイク出てるのほら。あ、久しぶりに。ねえ。今日。は？な、何？なんで？あ。いやすごいすごい。トモキトモキトモキまだあるからちょっと頼むわ。知ってる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 。すごいすごい。今度の曲は知らない。水木お前が覚えろ。水木お前が来い。これいやすごいね。坂木さん誰がお前とこどちゃと母ちゃんそんな歌を歌う。いやいや、お母さんうまいですよ。母ちゃんお母さんうまい。本当かよ。お母さんうまいね。え、本当昔一緒にカラオケ行った時にね。あ、そうね。水木うまいよね。まあ、父ちゃんじゃないのは分かってるけど。どんまい。お兄ちゃん、歌えたんだ。歌えますよ、お母さん。そうか。じゃあ、後で無茶ぶりでやってもらおうか。いや、この曲歌うと声が結構来るね。来ますね。声量が。アズとほのかとか番組見てる子にマイカの笑顔は大丈夫かチェックしとって。あそう、ちょっとね、サバちゃんの顔を見ると怖い。笑顔に。お、結構ね、あのチェックされるんで。水さんは可愛いキスが。そう。俺はサーちゃんと目が合うと怖いよ。ああ、なるほどね。ビビりまくって。今もお前ここにメモ来たよ、メモ。おお、メモ。番組中にメモ来ました。俺がパラッタから言うと、ノリちゃん、ノリちゃん。サーのメモきついっすよ。なになに。これ聞いちゃうので。ああやだ。シナッチみたいに一人熱くなって盛り上がんないで。あお。シナッチみたいに。俺入ってる。それから。それから盛り上がってはいけないんだと思って。あららら、いやいや、盛り上がってくださいよ。はい、OK です。はい、サーちゃんの OK が出たよ。みたいに。え、そう、みたいに。そう、みたいに。行こうか。はい。まあ、慣れるかな。いや、あれはあれですごいよね。すごいエネルギーだよね。シラッチ。あー、エドさんがね、最初からそんな状態だった人。もうシラッチだって言って。まあ、いいよな、ないよ。うん、嬉しいんだよ、さあちゃん。脳みそでやめる。はい、じゃあこれはちょっとね、トシさん、のりちゃん、これはちょっとかっこいいぞ。難しいぞ、ギター。難しい。これ、マイカよく言ってるんだな。いや、歌もね、難しい。あ、歌もね。英語は、久々だから大丈夫かなと。学校のお前の親戚の先生いるから、適度な英語だったらお前。わお。本当だ。いや、はい、頑張って声出します。はい、はい、この曲を選んだのは理由は、まあそうですね、子ども地球サミットのように、まあ子ども地球サミットも辰野事務所で、まあ田舎、ど田舎なんですけど。どは選んだ。あ、そうです、そうですか。いや、どだろ。で、まあ南美濃で、まあをなんていうの、拠点
として活動してるんですけど、まあ、どちらも田舎で、まあ、田舎からでも本当に世界に今広がってるところで、実際シンガポールとかカザフスタンとか、うん、もうね、はい、やりたいっていうのは、はい、つながってるので、本当にうちも、まあ、田舎からこ何海外にというか、田舎から、まあ、デビューできたらしたいなという気持ちで選んだ曲です。はい、まあ、洋楽なんですけど、ちょっと英語は得意じゃないですけど、まあ、頑張ってはい、演奏したいと思います。えい、それでは聴いてください。はい、それでは聴いてください。オリアンティのドライブアウェイです。You look to me in my world, change completely. You was a passy that so my mind. So baby, so hard to see. I feel love so completely. You was a passy that so my mind. Gotta take, gotta press, gotta soul for you. Every sort of feeling.Baby, no part of the pieces away somewhere. So I said to you, so baby, let's drive away. Leave me peaceful for one day. So baby, it's good today. It's so fast and all the best for our life. I just wanna run away. Time about curious all the pain now.Why did it just be nice to drive away so I can't believe that? So baby, it's not meant to be. I can see the way together. You was the only one, the only one for me. There's no way. So baby, it's not hard to say.I feel love so completely. You was a passing that I saw my mind. Gotta turn, gotta face, gotta soul for you. Every soul don't feel it, baby. Nobody saw the business away somewhereI'm not afraid to die.
ました。ノーリハーサル。いやー、そうですね。兄貴からチェック入りました。最後ね。いやー、苦しい。ちなみにあの、トモキはなかなかセンスいいやつで、ドラピアノやってて、でギターもできて、あんまりいらんてて、で、ドラムやってセンスない。先にあずみちゃんがね、これでね、あの、ネホスと明日バスの予定から、おー、あ、じゃあアーカイブで、あ、じゃあ、あずみに。あー、まあ、アーカイブだね。アーカイブで見そっか。そうですね。アーカイブで見てね。夢をかけるあずみの曲を今日やるね。こっちか。はい。次、過去何部だっけ過去ないんじゃないあ、じゃあ俺が いい過去なしでいい俺はいけ過去これは、ね、はい僕はじゃあ待ってね、僕はちょっと過去いやちょっと声があ、はい、ほのかちゃんからね、はい、いいよね、少し笑顔足りなくないスマイルちゃんとじゃあマイカちょっとじゃああげあげますビームにちょっと待って、俺これ忘れちゃったうわちょっと苦しい。あ、もう一回応援してくれてるよ。あずみまだいいよ。うん？次？本当？うん。違うまだ。あ、じゃあ、あずみいるんだったら、曲変更する。一曲だけ変更したよ。あずみに聞かせたい。せっかくマイカがあずみにちょっと迫力持ってやろうっていうこと。一曲だけじゃあ変更します。あずみのために。アンコール曲をまだ大丈夫なのかな一曲だけじゃあこれちょっとね、つい一週間前ぐらいですむちゃぶりだよねにマイカのサウトしたのを遊びに見せてやって俺がお願いしたんだよねそうですね、うん、ありがとうでもうちもね、この曲あのかっこいいなと思ってたんでよかったですこれ3段ね一瞬だけ譜面台前が借りていい一瞬だけ一瞬、ね、難しくてごめんね、はい、もっと持ってきたらよかったありがとうはいすみませんありがとうキーはあの後とは違うんだけどそうですねだいぶ低くなるハエちゃん、急に今日旗合わせなんだ、ハエちゃんと ごカッポでカッポで、はい、適当で行こう適当であ、持っていいよ、じゃあそれじゃあ、手元映さないように大丈夫だよね、大丈夫か行こうかじゃあ、遊びのためにあげてもらっていいですか。すみません。お、探偵。そう、実はギターを持たずに、こうやってマイクだけ持って歌を歌うのは初めてなんです。おこういう場では。うん、ありがとうございます。あずみちゃんやったやったありがとうございます。おお、こちらこそ。いい歌だよね。はい、かっこいい曲ですねこれ。これはでもあの本当に安住が歌ってたのを聞いてあのかっこいいなと思ったんでそうだ、ねはい、きっかけは安住ですはいそれでは聴いてください夢のかけらうん、手拍子お願いしますキーボンドリーミー夢のかけらたち拾い集め歩いた夜じゃれと思い出だけ残し Promise you 立ちはだかる壁どうしようもなく振り向くとそっと優しく歌うからエタラリずっとそばにいたのに見えなかった君の傷を響け空へ舞い散る花と風に乗せて包むよう Say you again Dear my friend
情けないことに支えられていた自分、ありがとう言い切れない言葉、下手なりきついた叶えるために、見えて果てるまで泣いたあの日の涙、光出す今、大きく手を振るとき、願い事を書いた青い風船はどこへ行ったの、飛んで暖かい場所へ向け、エタナリ心に届ける歌、会いたいときそっと、ワン、ツー、スリー、さらにいつも強がっていた、見えない傷を隠しながら、あの日の涙、光出す今、風に乗せて、風に乗せて、Oh, thank you, my girl. 届け君へと一つの言葉、空へ。ありがとうございました。アミちゃんがね、おかっこいいところもらっとこって。いやー、それでは、はい、私から、はい、ホームルームの林先生と皆さんをバックにやってもらうと贅沢だ。本当です。本当、ありがとうございます。どうだい？めそうもんね。すごいね、マイカ。歌振りやってるもんね。いやー、初めてですもんね。中学生が変わっていくなと思うけど、マイカもどんどん進化してるというか、中学生に負けてられないっすよ。はい、少々お待ち、はい、はい、こんだけ歌を、この時いける ね、 ね、こんだけ歌を歌うのは久しぶりなんで、そうだね、うん、最後の曲で栄光のかけら、行っちゃった、寂しい、これ、俺だ、これ、さ、さ、言われると、言わなきゃって思って、さらっと、さらっと、怖い、血がもうすぐ、もう血が、俺の血が、今答えなかったら血ばされるとか、多分ね、俺の血だね、今、すごい、すごい、今、俺頭痛くなってピザ。ですね、沢さん。はい、これはね、ちょっとかっこいいよね。そうですね、これはもう本当にいい歌だね。はい、うん、ね、はい、あ、フルじゃない、ね、2番は、ね、ちょっとね、いきなり入るね、そうだ、あれ、あそこいきなり来て、あそこ、ね、あそこあれですよ、感想、うん、2回歌うんだけど、こっからいきなり C、 A マイナーとか、あ、そうです、マイカ、マイカ繰り返さなかった、マイカ、いや、はい、ドーで A で、で C、ワン、ツー、スリー、フォーで、ドーで C、 マイカ、オッケー、はい、はい、これまだ合図するよ、そうですね、あ、はい、そうそう、はい、この曲、イエーイ、あ、こっちですか、で、いきますね、はい、この曲は、はい、もう本当に、まあ、あのイートさんが先に言っちゃったんで言っちゃいますけど、あの栄光の架け橋、まあ、皆さんご存知だと思いますけど、あの、まあ、オリンピックのね、主題歌じゃないな、テーマ曲にもされたことがあるんですけど、もう本当にこの名の通り、
まあ、この子ども地球サミットと KC のとのと被災地の、まあ、架け橋と、まあ、日本と世界の架け橋、まあ、今、ね、目の前にいる人たち家族とうちの架け橋とかもう本当に言い始めたらキリがないですけど、もう本当にその架け橋を、まあ、大事にしたいっていうこともあって、で、まあ、そうですね、夢に向かって走り続けるという応援歌としても捧げたい、自分にも本当に捧げたいというか応援歌として歌いたいと思います。はい、まあそうですね、最後の曲ですね、もうこれアンコールもらうこと前提に、そうですね、前提に知られましたし、はい、そうなんですね、違う。準備は大丈夫ですか。はい、それでは聴いてください、知ってる方も一緒に皆さんで歌いましょう。栄光の架け橋です。誰にも見せない涙があった人知れず流した涙があった決して平らな道ではなかったけれど、確かに歩んできた道だ。あの時思い描いた夢の途中で今も何度も何度も諦めかけた夢の途中、いくつもの日々を越えてたどり着いた今がある、だからもう迷わずに進めばいい、栄光の架け橋へと、ヘッドブー拍手お願いします。涙があった人知れず流した涙があった、
今魂壊れてたよ。まだ逃亡機、まだ逃亡機がずっと。ハモリが。涙出てきそうだな。え、トモキが入ると涙が出てくる。いや、なんかトモキいいじゃん、お前。いや、ハモリはやっぱいいですね。まだ髪高いかもね。高い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 ですよ。トモキ、お前、やっぱり輝きに来いよ、お前。トモキの声聞くと涙出そうだったの。いやもうアンコールなしで行っちゃおう。え、トモ行くね。もう行こう。ね、もうみんな知ってるもんね、どうせ。アンコール。アンコール。アンコール。言ってくれないのみんな。さあ、マイクはエレキに変えます。はい、あ、ちょっと待った、じゃあエレキ、あ、いいよね、明日に帰ってくるんだけどもね。はい、明日はみんなで歌う、うん、これは歌詞カードある、ブイちゃんとかみんなに歌ってもらおうよ。はい、クリスマスの歌、サーちゃんのタイプ、なんかスケ帳に書いてたって、サーちゃんが出てきた。ちょっとこれ確認した方がいいな、これマイカがギターレッスンで林先生から課題曲にして、この間いいよ、この間の先週、前回のギターレッスンかな。そうですね、2週間前。マイカはその時は弾けなかったんだけど、こいつの性格で、性格ですね。次の日ギターレッスン終わってからも一人こもって、で大体日頃はうち辰野でギターレッスン終わった後は10時間ぐらい寝るやつで、昼ぐらいでも出てくるんだけど、その日だけはすごいよな、さあちゃんね。毎回ずっとこもって、帰るまで、いいよ、こもって、この歌のエレキを、やって、で、仕上げてから楽園にな、アルバイト。そうですね。で、俺もそれバックで弾いてやったんだけど、もう、すごかった。いや、よく、まあお前、お前もあれだよな、追い込まれると強いよな、意地とか。ですかね、なんか悔しいんですよ、できないのが。もうマイカの涙、もう怖いとか。いやいや、泣いてない。最近この1年間で何回泣かしたか。泣いたっけ。泣いきまくりじゃん。そのたび、伊藤さんビビって。ビビりまくり。で、あんまり気使うよね、これ。そうですね。まあ、泣いた分だけでも、マイカはでかくなったような気するよ。ありがとうございます。いや、本当に。うん、あ、今の歌はちょっと、トモキいいな。トモキ入ってたらなんかダメだよ、そうだ。ハモリでいいよ。いや、トモキ声出てる、声でかいじゃん。全然大丈夫。手紙とかな。すごいよ。これはだだだだだだ。はい、じゃあこれどうなって感じで。だだだだだだ。じゃあみんなでのりちゃん、のりちゃん、じゃあでかい声でのりちゃんの歌声聞こえ。トムキ歌えるよね。みずき歌えるか、みずき。いい。さあ、これマイカのソロが見ものです。Thank you.
まあ、翔ちゃんのキュートすれば映像に映ってるこれ映ってない映ってるいいじゃないですか。じゃあ、明日で名前やってもらいます。最後、マイクの感じで全然変わる。マイクは MC、乾燥な感じちょっと内部で締めくぐりの MC で、そのまま綺麗にエンディング最後終わっていっちゃいます。ともきさがきばあさん、はい、ギターソロがうまくいったのかドヤ顔になってる。どういう？ギターソロがうまくいったのか、ああ後半ドヤ顔。あ、ともきは中年でとか。そうそうそう。あ、みんなあのツイッターの皆さん、あのともきっていうののフォローしてあげてくださいね。前からやってたのに。あの、はい、登録してたけど。すごいクラッカーの匂いします。カポ5これでいい。カポ大好き。あ、違うか、4か。今の違う。誰が歌うの？歌は全員歌います。じゃあ、ゲン最後の本当の最後にやるんですけども、今日、明日はきっとやってくるという曲は、この前、何日12月11日震災後、あの9ヶ月後ですね、ちょうどに発売、iTunes で発売されたんですけど、この支援プロジェクトのテーマ曲ですね。皆さん多分もうご存知ですね。はい、はい、ということで皆さん、ご一緒に歌ってください。被災地に届けるという気持ちで歌いましょう。はい、聴いてください。花が違っても風の匂いが違っても、何かが生まれ始めている。明日はきっと
Thank you.
ありがとうございました。これからも震災ひと事にせず被災地の方たちの力になっていきましょう。ありがとうございました。そうですね、皆さんたくさんつぶやいてください。被災地への応援メッセージでも何でもいいのでお願いします。いきなりちょっとすいません、ハイチャーとビーチャーからサプライズが急に、俺も知らなかったやつ。じゃあ 4拍子からちょっといくわよ。本当になんか久々に、まあ、アコースティックライブを思い出すような、まあそうですね、はい、まあこれが本当にうちがやりたかったっていうか、まあ本当にやりたいことは自分の曲を作って本当に世界に届けたいんですけど、まだまだそんな力はないので、まあこういうカバーになっちゃうんですけど、それでもうちの何声とか何ていうの、まあうーん、無茶ぶり苦手ですね、まだ大丈夫、今日よかったいやーでも、まあ、緊張したのかな、今日ちょっとしましたね、やっぱり、はい、夢はでかいですよ、ソーデさん夢はでかく、親の前でできてどう、まあでも嬉しかったです、本当に、いやはい、
こんだけお前マイカのためにこんだけスタッフでお前これお金だからね普通で言ったら機材も本当ですなあマイカ、うん、マイカがやるって言ったらみんな駆けつけてこうやってやってくれるんだよ、うん、でちょうど本当に親戚やよ、うん、おばさんもおばさんと当たってくれたさっきずっとありがとうございましたいや本当にちょうどねあの来れたんでよかったですあのほのちちさんもビデオありがとうございます久米田さんも歌よかったです母ちゃんの感想聞いていい？はいじゃあお願いします、はい、母ちゃんトシさんから行きますはいトシさんマイカの感想あもしもし、はい、初めての声マイカの父親ですね、1年マイカがこの世界でに入ってうーん確実に本当にただ単に寝て起きてじゃないっていうことが実に本当に分かりましたよかったね、うん、あのよかったですねありがとうございます、はいまあ、これ以上いくとトシさん本音でお腹違うこと言ったのちゃんと待って今日はどうも皆さんにあのお手数をおかけしましてありがとうございました、いつもいつも無銭飲食たつの事務所で無銭飲食させてもらってるらしくて本当にあの助かります、人様に聞かせれるようになってからでないとのんびそうではライブをさせないと言っておったんですが、今日は知らない間に強引に、あのこういう形でちょっと待って、でも最近なんか見せ始めてますよ、いろんな人に映像を、はい、頑張ってるという姿を、あ、頑張ってるよという、突っ込むな、いやちょっと認めてくれてるんだなっていうふうに思ったんですけどね、そうだね、はい、まだまだ、ね、先はね、まあまあ、先は、はい、長いんで、はい皆さんに応援してもらいながら頑張ってください。はい、どうもありがとうございます。じゃあ締めは水木はもうじゃあ分かった。水木は水木どこ行った？締めはあトノキトノキ。お前締め。はい。可愛い妹はぶっちゃけたし、俺お前兄弟でもう全員それなりに俺なりにみんななんかそういうの道を決めてやってるじゃん。俺がぶっちゃけて心配するお前だけだから今。ジョークだよ。俺一番好きだ。トノキお前締めてくれ。マイカ見てるお前妹だ妹こんばんはマイカの兄ですアホやなまあギターはかなり上達してるかなとで歌も多分ねもともとセンスはある方だと思うんですけどまあ歌はやっぱりもうちょっとなんていうかな声の出し方腹から声を出すっていうのとあとはやっぱマイクをこう下に持ってがあるからまあ上に上げると自然と喉がもう少し上がって声がもっと高い声が出るかなと。トモキは全然ヒューチャーして大丈夫。まああとは、うん、夢はでかく、まあツイッターでもつぶやいたんですけど、うん、夢はでかく体と顔は細くでまあ頑張ってもらいたいなと思います。顔が結構夢もでかくなってるんですけど顔も一緒にでかくなってるかなと思うので。顔は細くとどめてほしいなと、はい、でも頑張ってるだろ頑張ってるすごいギターソロも結構まあドヤ顔を除いてはいい感じだったんで、はいはい、いい感じかなと、はい、思います、はい、頑張ってください、はい、お兄ちゃんも頑張ってくださいもろもろとトモキ公のところで言われてるからはい、はい、じゃあ感想を聞きああ、おばさんとか、親戚ジョジョ長、先生からあ、じゃあぜひとも、はい、一言でも今日はマイカの、トシさんのお姉さんです、今から喋っていただくのはトシさんのお姉さんの、はい、はい、若いよな、はい、あ、マイカだし、はじめまして、マイカ初めてこういうことをね、見せていただいて聞かせていただいてあなたの力はどうっていうことはよく分かりませんでも皆さんのおかげで今日があるっていうことだけは忘れないで、はい、あの一歩ずつ前へ出てってください小さい時からね声が良かったし音感も素晴らしいと思ってたけれどもこういう道に歩んであ私はなんか今夢を見てるみたい
あなたの小さい時の、あの音感、体の動かし方なんかありして、いろんなこと考えながら聞かせていただきました。皆さんありがとうございます。いありがとうございます。しめさん、この先生だから、はい、くれるのかな。ぜひ。はい。これは調整に答えない。一言だけは。一言でいいので。そうだね。そうか。卒業式で。学校の先生だったね。ここへこの1年間たびたび訪れておったんですけれども、なんかマイカが特別な道を歩み出してから一度も会ってなくて、今日やっと3回目か4回目でやっと顔を見たところ、本当に多くの方々に支えていただいて、なんとか自分のしたいことを歩き始めたかなと、こんなふうに思っております。まあ途中でめげずに一つ世界に羽ばたくと言っておりましたけれども、そうなってくれたら本当に嬉しく思います。まあ頑張ってください。また皆さんも一つよろしくお願いいたします。ありがとうございます。じゃあソアプロデューサー締めくくりで終わります。エンディングです。はい、はい、はい、今日はお疲れ様でした。なんで笑ってるの？ごめんなさい、いろいろタイムラインをね、見ていて、ね、はい、はい、お疲れ様でした、はい、で、トシさんのお姉さんの言葉がすごくいいなと思ったんだけれども、一歩一歩前に進んでもらいたいなと、うん、で、応援してくれてるみんながいるからマイカがこうして歌える機会もあって、それをきちっと忘れずに、うん、次に進んでもらえたらいいなと思います。で、林先生もね、本当1年間よくマイカをここまで育ててくれたなと思うんですけども、エコブルーみんな力あるよ、全員。今日頭で歌ってくれたクメちゃんがいるから子供たちの勉強も本当にすごく伸びてるし、うん、で、やっぱハイちゃんいるからマイカがな、道を踏み外すことなく、まあその道を今歩けてるのが思うよね。どうもみんなのおかげだよ。そうですね、はい。でも最後に今年最後の、まあ、ライブということですごくいいものを見させてもらいました。また来年もね、もっとバージョンアップしたマイクを見れることを楽しみに、毎年、ね、忘年会でトさんに呼んでいただいているので、もし来年も聴けるんだったらもっと素晴らしい歌を聴きたいなと、はい、歌をなのかな、ギターをなのかな、聴きたいなと思います。頑張ります。楽したいよね、ミュージカルでとか、マイカとかが曲作ってくれたらめちゃくちゃ楽だもんね。本だけでいいもんね。そういう風に育ってくれたら嬉しいよね、やっぱりいっぱい、ね、はい、今年は本当によく頑張りました。ありがとうございます。来年ももっと飛躍しましょう、よろしくお願いします、はい。じゃあ最後にこの機会を作ってくれた伊藤さん、ありがとうございます。おーおーおー、また来年もよろしくお願いします。はい、まあ、よかった。ありがとうございます。林さんも1年間ありがとうございました。またお願いします。ありがとうございました。みーちゃんもよろしくお願いします。お前が最近臭いことだ。いや本当にやっぱりお前トシさんの子供だって感じするわ。いや今日もだってバックでやってもらって本当にありがとうございました。はい、また飲んでいいですか。はい、そうですね、今日はこの辺で皆さんとお別れしたいと思います。じゃあ清水さん、この前に見ていいですか。はい、どうもいいタイムライン、笑うでタイムライン大丈夫ですかね。あ、キシリトールさんが、はい、家族ってええなーって。あー、はい、今さんの家族の愛って皆さんいつもありがとうございます。ありがとうございます。はい、またそしたら次28日だな、また前から。はい、28日、それは放送はしないしないけど、ライブ撮ってライブしますね。はい、また来年、この番組としてはもう来年だ。来年ですね。そうです、かなり先ですもんね。1月第3週目の月曜日、ね、はい、その間の月曜日を次の番宣は大丈夫ですか。次の番宣は、はい、次いつ、次は木
木曜日の再放送ですね。木曜日の再放送ですね。広報番組の再放送。はい、まあ大人が紬の空いてる時はここのあの和真ちゃんの娘のほのかが、はい、全部もうなんでうちは週に2回なのよって言いながら頑張ってくれてはい。ということで、はい、皆さんあのまた今後とも応援よろしくお願いします。はい、来年またお会いしましょう。来年またお会いしましょう。はい。それではみんなでまやねー。